タイムリミット見知らぬ影は2018年のドイツのアクションスリラー映画。監督はクリスティアン・アルバルト、出演はボータン・ビルケ・メーリングとハンナー・ヘルツ・シュプルンクなど。2015年のスペインのスリラー映画、エルデス・コノシートのリメイクで娘と息子を乗せた車に座席を離れると爆発する爆弾を仕掛けられた男の運命を描いている。 ベルリンの不動産会社の幹部カールは、ある月曜日の朝、娘のヨゼフィーネと息子のマリウスを車で学校に送り届けようとしていた。その時、正体不明の男から電話を受ける。その内容は、カールたちが座席を離れると爆発する特殊な爆弾を車に仕掛けたと言い,い、巨額の金を支払うよう要求するものだった。同じ犯人に脅迫された上司とその妻が、 目の前で爆死させられるのを見たカールは、やむを得ず要求に従おうとするが、爆発の際にマリウスが破片を浴びて、重傷を負った上、広場で警官隊に包囲されてしまう。しかも警察は、カールが、不仲の妻への復讐のため、子供たちを人質に取り破れかぶれの行動に走ったと決めつけていた。追い詰められたカールの前に、脅迫者が大胆にも姿を現す。 カッコ内は日本語吹き替え、ありがとうございます。